メリッサ・ジャネット・ミッシー・フランクリンはアメリカ合衆国の女子競泳選手。通称、ミッシー。また、ミサイル・ミッシーとも呼ばれる。身長185センチメートル、体重75キログラム。両親がカナダ人で、ミッシー自身もアメリカとカナダの二重国籍を持つ。コロラド州センテニアル市のレジス・ジェスイット高校に在学中。 2012年8月に12年生になり、2013年に卒業の見込み。2012年どんどんオリンピック参加以前より多数の宣伝契約を持ちかけられており、その総額は推定数百万ドルに上るが、高校、大学の公式競技への参加資格を維持するため、すべて断っており、競技賞金も一切受け取っていない。オリンピック初参加となった。 ロンドンオリンピック開始時、オーロラで起きたばかりの銃乱射事件について尋ねられ、故郷に明るいニュースをもたらしたい、すべての競技を故郷コロラドに捧げるなどと答えた。7月28日、4X100 メートルフリーリレーで銅メダルを獲得。同日、100メートル背泳ぎで金メダルを獲得。その後、200メートル背泳ぎで 世界新記録となる2分04秒06を出して金メダルを獲得。また、4X100 メートルメドレーリレーと 4X200 メートルフリーリレーでも金メダルを獲得し、一つの大会で合計5個のメダル獲得となった。ちなみに、オリンピックメダルには賞金が付随しており、金は2万5千ドル、銀は1万5千ドル、銅は1万ドルとなっているが、ミッシーの場合、 前日のようにアマチュア資格を維持するため賞金は辞退した。なお、オリンピック開催中、NBC の現場インタビューなどで、ジャスティン・ビーバーのファンと公言していたところ、最初の金メダル獲得後に、当のジャスティンやテイラー・スウィーフトラからおめでとうというツイッターメッセージが届いた。また、数日後、ちょうど休暇中だというジャスティンから、弟と一緒に取った。 ビデオメッセージも届けられた。外戦インタビュー2012年8月15日深夜、放送のザ・トゥナイト・ショー・ウィズ・ジェレノで外戦インタビューが行われた。以下、同インタビューより抜粋2012年から2016年、リオデジャネイロオリンピックに出場したが200メートル、自由型と200メートル背泳ぎで準決勝敗退に終わった。 予選のみを泳いだ4200メートルのフリーリレーでは金メダルを獲得した。2016年以降2018年リオオリンピックの数ヶ月前にうつ病の診断を受けていたことを告白した。現在は東京オリンピック出場も視野に入れてトレーニングを続けている。ありがとうございます。